昨日とは一転しまして、今日朝から秋の日差しに恵まれています小島ボートレース場です。シリーズ5日目水面上続いては第4レースの一般戦です。 1>, 1号艇には赤澤文香2号艇には日高逸子3号艇には中北梁4号艇土屋南、5号艇浜田有沙、6号艇島田優利以上6選手の対戦は4レースの一般戦です6選手バック側スタート展示同様に1 2・3456の並びとなっていきます シリーズ序盤戦少々着順には恵まれませんでしたが3日目の白星をきっかけに一気にリズム上向きですここは白の負機で登場となりました1号艇地元の赤澤逆転対抗格2号艇日高ゆっくりと2コースをうかがってセンター3コース3号艇の中北4コース後方を避けて角1が4号艇地元の土屋となりました 3日目から4日目にかけて木をまたいでリズムアップです4号艇の地元の土屋そして5コース予選3位通過5号艇のハー,マーだサイアウト6号艇の島田有利進入スタイルはスロー3.123ダッシュも3.456地元両名インと角に分かれてスタートまで残り10秒となります第4レースは一般戦ですインコースから1番2番3番4番5番6番です 1コース危なかった1号艇赤澤、から4号艇の土屋2コースが2号艇日高一周1番に逃げる1号艇の赤澤2号艇日高を指す3号艇の中北が外を回って切り込んでくる4号艇土屋5号艇の浜田で向こう上面ですがトップラス1号艇2号艇並びそうインコース2号艇の日高アびそうインコース2号捕まえる3番手の5号艇4号艇変装一緒にコーナーの正解でスタートは正常でした内倉市道見馬は2号艇の日高を差し返す1号艇赤澤くるりと4号手の土屋,土屋切り込んで5号手の浜田ホーム トップ争いまだ一号手二号手もつれそうですけれどもアドコース出ていくか2号手の日高ち粘ろうと一号手赤さ突っ張り返せ三番手の四号手五号手まだ接戦レースは西村1号だ内から応戦する一号手赤さを行ったヒート2号手の日高三番手に行った四号手の土屋くるりとち粘って五号手浜田で向こう正面ですトップ争い一号手二号手デッドヒート続いてインコース二号手の日高アドコース一号手の赤さは三番手の4号手五号手もつれそうそれ後方をちぎりで三号手の中北最高歩6号手の島田レースは西村 戦突破したい先手を取る2号手の日高を差し返す1号手赤澤入りませんくるりと4号手の土屋の後方から迫ろうと5号手の浜田ですが先頭に立ったのは2号手日高2番手1号手の赤澤3番手4号手土屋上田慶2 1 4でレースは残り1周の攻防となりました 大激戦のトップ争いが抜けたセットを2号艇日高逸子2番手1号艇の福澤文香3番手に入り込む4号艇の土屋美奈代で向こうじに入って2番手の1号艇4号艇そう状態に変わってラストコーナーの旋回と向かっていきますこれがシリーズの3勝目なんですがと同時にこの白星が後衛競技女子最年長勝利の記録更新ということになりますセットは2号艇日高2番手1号艇の福澤相当攻める4号艇の土屋ホーム2回にりも2番手の1号艇4号艇まだラップまもなくゴールイン 先頭ヘタバンです。日高がゴール。2着1番赤田は3着4番土屋ゴール。5番那須田。0 2 2年11月2日小島ボートにおきまして公営競技女子最年長勝利を達成しました。日高いつか選手です。本当におめでとうございます。ありがとうございます,います、はい。率直にお気持ちはいかがでしょうか。 そうですね。あの、やっぱりちょっとそれでモチベーションを上げてたので、はい、やっぱり取れて嬉しいです。はい、はい、鵜飼い直子さんの記録を更新したということなんですが、はい。はいはい、とりあえずあのやっぱりお母さん目標にしてましたし、あの、はい、それを抜けたらいいなと思ってました。5年では申し上げてよろしいでしょうか。全然構わないです。もう、はい、61歳と26日で鵜飼いさんの記録を更新されたと。はい、はいはい 11月2日以降に更新なればということだったんですけれども、はい、見事2日の日に達成ということになりました。はい。まあ夫の誕生日だったんではい。<laughs> あの夫が喜ぶと思います。そうですね。はい。本当に日高さん持ってらっしゃいますね。<laughs> <laughs> まあいつもねあの夫には助けてもらっているので。はい。いいあの見上げができました。はい。はい、日高選手といえばその。 団団様がお家をしっかりと守ってくださって、はいまあ、娘二人はもうね二人とも外に出ちゃったので、はい、もう家には二人きりなんですけど2人三脚で2人、はい、3脚で頑張ってます、はい、ここまでを振り返ってみられて、はい、ご自分がこの長きにわたって活躍してこられたわけですがいかがですかこのボートレーサー人生はそうですね楽しくやってこられたと思いますあの大きな怪我もしないで、はい あの健康でいられたのが、まあ、こんなに長くやってこられたんじゃないかと思ってますみんながその健康の秘訣を知りたいと思っているんですが<ー>どううう努力ししたらいいでしょうかそうでょかそすね、まあまあ、食べ物に気をつけて、はい、あの運動もちゃんとやってるし、はい、あのとにかく。 まあ一日中体を動かしている感じです。はい。はい、お気持ちがまずお若いですもんね。そうですね。まあ自分ではまあ57歳のぐらいのつもりでいます。マイナス10歳で。はい。はい、はい。ということはこれからもまだガンガン勝っていくぞと。そうですね。あの女子では山川さんが2500勝を達成しているので、はい。まあ私も2500勝を達成できたらいいなと思ってます。はい。次の目標がそちらということに。はい。そうですはい。はい、今年のボート会は女子レーサーが本当に話題になりましたけれども、はい。 いかがですか。S.G. で活躍した女子選手も出ました。そうですね。ねえ、まあエンドエミさんがもう S.G. 取ってくれたので、はい、本当にあれは女子の女子選手全員の喜びとなりました。はい。はい、日高選手のプロフィールを拝見してますと、すべての S.G. に出場されてまして、<laughs> その先駆者でいらっしゃったわけですか。<laughs> そうです、ね。先駆者はまあうかえさんだと思うんですけど、はい、まあ私も S.G. でまあ頑張ってきたので、はい、もう今は S.G. 出たいという気持ちはもうないんですけど。 まあ今度はまあもう長く元気にやっていけたらと思ってます。はい。羽、はい、海選手と日高選手がこの S 字の道を切り開いて後輩が結実させたという感じでしたね<や>今年は。いやもう本当に今の後輩は本当に上手になってるので、はい、もう私も見習ってまだ頑張りたいと思います。はい。平岡、はい、選手が切り開いた道というのも女子選手が。 出産を終えてそれから復帰してきて第一線で活躍するという道を開かれたと思ううんでですすが。そうですね。もう今は子か子供産んで働くのがもう当たり前になって,て、はいて、はい、それからまた一段とみんな強くなっているので本当にいい時代が来たなと思日高選手の時には苦労もなさったかと思いますが今は日高選手の姿を見てそのように活動する選手が増えましたもんね。ね。そうです、ね、もうママさんレーサーだらけで、はい、本当にそしてみんな、なんか、 子供んで一段と強くなってるので、はい、もうすごいなと思ってます。それは日高さんがいたからじゃないですか。いやいや,いや <laughs> そんなことないです。みんな自力で頑張ってると思います。はい、ではそんな後輩のママさんですあもう若い選手も相手にまだまだ一着を取っていくぞという気持ちは持ってらっしゃいますよね、はい。まあ一着に限らずまあ二着でもいいんですけど、はい、とにかくあの船形に絡めるよう頑張っていきたいと思ってます。ファンの方の期待に応えるべくですね。はい。 はい、もうボートレースということが大いに話題になっていますけれども日高さんも転職してボートレーサーになられたんですもんねそうですね、私はいろいろやって、やっとこれに落ち,落ち着いて、まあ、こんなに長くやると思ってなかったんですけど、はい、まだ、あのー、こうやって勝つ,勝つことができるので、はい、勝てる限りはまだやり続けたいと思っていますとにかくこれからは日高選手が走ればすべてが記録になっていく <laughs> ということになりますけれども。<laughs> はい、あのーまあ 高塚さんというすごい先輩がいるので、はい、まあそこまでやれないと思うんですけど、まあ、見習って頑張りたいと思ってます75歳の高塚選手もおられますが <laughs> 女子では日高選手が。はいはい あのだから後輩にもこれを抜いてもらえるよう頑張ってもらいたいと思いますそうですね今度は今の日高さんの記録を抜くわよっていう力強い後輩 <laughs>、はい、たくさんいますもんねあそうですねもうなんか寺田さんとか、はい、なんか長くやりそうなので <laughs> まだあの抜かれないようにまだまだ頑張りたいと思います、はい、もう大きな舞台でぜひとも活躍していただきたいと思いますチャレンジカップもありますねあそうですねはい、はい、<laughs> それでは全国のファンの方が祝福してくださっていると思います、はい、ファンの方にメッセージお願いします、はいはい、皆さんの応援のおかげで ここまでやりましたこれからも記録更新を目指して頑張っていきたいと思いますこれからも応援よろしくお願いしますはい、ということで公営競技女子最年長勝利を達成しました日高選手にお話を伺いましたありがとうございましたどうもありがとうございましたうまどうもありがとうございます